はい、皆さんこんにちは。今回はですね、2ヶ月前に発表されたパナマ文書、これをめぐって何回かシリーズで記者会見お話を聞く機会を持ちたいと思っているんですけど、その第1回目、です。財務省の財務官の浅川さんをお呼びしております。浅川さんは財務官で、国際的なエリアをずっとやっておられたんですが、実はこの国際租税問題の、専門家といいますか、実際にですね、その国際的な交渉の中心メンバーとして活躍されている方であります。 OECD の、租税会ですかね、租税会の委員長を、もう5年ですね、5年ですか、5年勤められているということで、企業の租税の回避の問題とか、税の国際的な公平、二重課税問題というのは従来は関心があったところ、今は税を逃れる、いろんな形で税を逃れる企業が増えているということも含めもあってですね、その問題にどういうふうに対応するのかということを、まさに委員長としてですね、議論をリードされてきたという方であります。ということで、パナマ文書のどう見ればいいのかということと同時にですね、これまでの議論どういうことをされて、これからどういう課題があるのかという話を中心にですね、お話をしていただきたいなというふうに思っております。私は日本経済新聞の実と申します。今日司会を務めさせていただきます。それではじゃあ浅川さん、よろしくお願いいたします。はい、浅川でございます。座ったままでやらせていただきます。今ご紹介預かりましたように、財務官をやっておりますけれども、それ以外にですね、OECD の租税委員会の議長をちょうど今年で5年目になります。で、 OECD という国際機関、パリに本部があるんですが、非常に広範なことをいろいろマクロ経済からですね、労働問題、環境問題、エネルギー問題、いろんなことをやっている国際機関なんで、それに伴って20いくつの委員会がございますが、その中でこの租税委員会というのはですね、これ非常に歴史が古い委員会でございますが、ある意味では一番国際的な協調に馴染みにくいですね、租税の世界において、おそらく唯一と言っていいんじゃないかと思うんですが、国際機関でですね、国際課税のルールをですね、戦後一貫してですね、この租税委員会で作り上げてきたということなんです。で、普段は議長というのはそれぞれのお国にいてですね、会議があるたびに飛んでいくわけ、出張ベースでですね、対応するわけですが、私も特に去年はですね、これからお話します BEPS の、作業がピークを迎えていたもので、ほとんど毎月ですね、多い時には月に2回ほどパリへ出張してですね、なんとか去年の11月でしたけど、この結論を出したということでございます。で、今日はパナマ文書をきっかけにですね、今の国際課税はどうなっているかというお話をしたいんですが、パナマ文書はですね、今日はおそらくスライドをお配りしてあるんじゃないかと思いますが、この最初のページですね、おめくりいただきまして、1ページ目ですね。で、パナマ文書に関してはいろいろ報道がされてますんで、皆さんの方がご案内かと思うんですが、2つ申し上げます。1つはですね、パナマ文書が出たことによって今まで我々が全く知らなかった新しい話が出てきてびっくりしたということはございません。逆にですね、パナマ文書によってやはりそういうことが起こっていたんだなということが分かったということなもんですから、むしろ今日お話します BEPS ですとか、あるいは自動的情報交換といったですね、税における今までの我々の産業の方向性はやっぱり正しかったんだなということで、むしろ追い風だと私は捉えております。それが一つ。からもう一つは、これも皆さんご案内かと思うんですが、パナマ文書って名前があまりよろしくなくてですね、パナマを怒ってるわけですけれども、これたまたまですね、モサク・フォンセカという法律事務所の本部がですね、パナマにあっただけの話 で当然その、経過税国、タクセブンっていう言い方は実は我々してなくて、経過税国という言い方をしてますけれども、経過税国を、使われる、これはパナマに限らずですね、いろんな国が使われます。英領バージンアイランド、それからパナマ、バハマ、ケイマン等々ですね、いろんな国が使われております、現実にですね。
それから使われている金融機関もですね、欧米の金融機関が使われておりますんで、パナマ文書っていう名前から非常にパナマだけがですね、特出しして悪いことをしているようなイメージがあるのかもしれませんが、それは必ずしもそうじゃないということなんで、そこの2つだけ留意していただければと思います。で、1ページ目にはパナマ文書とは何かと書いてあるんですけども、2ページ目にですね、パナマ文書の見方としてですね、とよく私申し上げるんですが、いくつか切り口がある、わけですね。それで3つこう柱がある、ピラーがあるわけですけれども、2つが税金、1つがマネロン。一番左と真ん中がこれ税金の話です。で、一番右がマネロンの話ということで、こうやって整理して考えていただけたら分かりやすいかなというふうに思います。で、一番右がですね、これ別府なんですけれども、そもそもですね、国際課税ルールはですね、今実際おっしゃってましたが、基本的にずっと戦後一貫して我々はですね、目的として二重課税の排除ということでやってきたんですね。で、二重課税の排除って何かっていうと、例えば日本の企業がですね、アメリカに例えば支店を設けると、でそこで経済活動を行います。で、アメリカで、収益を上げ利益を上げますと。そうしますとアメリカでですね、これアメリカで上げた収益ですから源泉地国という言い方をしますが、源泉地国としてアメリカで、課税権の行使がなされる、法人税がかかると。ところがですね、これ日本の企業の支店ですから、当然日本、これ居住地国と言いますが、日本の本店のですね、所得に合算されて日本の法人税がかかります。二重に、だからアメリカの税金と日本の法人税がかかるわけですね。で、これをやるとですね、企業はたまらないということなもんですから、いかにしてこの二重課税を排除していくかということ、これが基本的なテーマの中心だったんですね。それで、ざっと申し上げますと、大きく、いくつかやり方があるんですが、一つは、日本の、本店に支店の課税を合算してですね、日本の法人税を計算しますが、そこからアメリカで納めた、支店が納めた税金を控除するやり方ですね。これを外国税額控除方式と言います。これによって二重課税を排除するのが一つ。からもう一つはですね、そもそも外で稼いだお金、国外所得っていうのは本店の所得に合算しないことによって二重課税を排除する。これを国外所得免除方式と言ってますけれども、大体世界中 どちらかですね、国内法でどちらかの方式を国内法で取り入れて二重課税を排除しているってことですね。で、それに加えましてですね、今のは国内法の話なんですが、それに加えまして租税条約と、日本も50いくつ持ってますけれども、これを普通いろんな国が締結しましてね、これ大体2国間の租税条約がほとんどなんですが、これによって今申し上げた中で源泉地国の課税権をできるだけ抑制する。例えば日本がアメリカの企業に投資をします、株を買います、直接投資をしますと。で、その企業がですね、利益を上げれば配当という形で日本の親会社にそれを送金するわけですが、その時に黙っているとですね、その配当がアメリカから送金される時にアメリカで源泉徴収税がかかるんですね。で、その源泉徴収税、源泉地国としてのこれ、課税権の行使になるわけですけれども、これをできるだけですね、抑制する、源泉地国での課税権を抑制する、基本的に先進国同士でこれゼロにするんですが、ゼロにすることによって投資交流の促進を図ると、と同時に二重課税、向こうでゼロになればですね、その分だけ二重課税の可能性が減りますから、二重課税の排除にすると、こういうことを租税条約でやるわけです。従いまして、まとめますと、今まで戦後ですね、一貫して我々は二重課税の排除に取り組んできて、そのためには国内法でですね、外国税額控除制度や国外所得免除方式を使い、租税条約でできるだけですね、源泉地国の課税権を抑制することによって、総体としてですね、二重課税が起こらないように、企業の経済活動にできるだけ税制がニュートラル、中立であるような工夫を凝らしてきたということなんですね。で、ところがですね、最近になってですね、ふっとこう振り返ってみますとね、二重課税の排除のためのシステムってのはかなりできてきたんですが、実はよくよく見ると、どこにも税金が落ちてないって、これを二重課税じゃなくて二重非課税って言ってますけれども、源泉地国でも、居住地国にも税金が落ちてない。どっか第三国に行っちゃってる。あるいはですね、税金を払ってるんだけども、到底適正な額とは言えない納税額になってしまっている。こういう二重非課税、あるいは三重非課税、四重非課税というのはですね、要するに適正に企業が経済活動を行いですね、利益を上げるところに税金が落ちていないんじゃないかと、こういう問題が非常に取り上げられるようになったんですね。で、これが別府の背景なんです。
で、まあ、基本的にはですね、活躍権というのは私もこれよく申し上げるんですが、まあ、国家主権の行使そのもので国家主権にあくまでぶら下がっているわけですよね。国単位で行われるわけです。で、企業や個人の経済活動はそれを全く気にしませんから、どうしてもこの2つの間にはですね、課税権の行使、これが国家主権にぶら下がっている、だけど片方で国家のクロス、ボーダーをですね、全く意識しないような経済活動を行われる、この2つの間にどうしてもギャップが生じるんですね。で、これをどうやって埋めるかっていうのが別府の大きな、まあ、背景だったわけです。それで最初に別府の話をいたしますと、別府はですね、なんでこれが二重非課税の問題が二重課税の問題よりもですね、最近関心を持つようになったかっていうのは背景はいくつかあると思うんですね。で、一つはやっぱりリーマンショック後のですね、経済状況だと思います。で、リーマンショックはですね、まあ、2008年の9月15日に起きたわけですが、私も日付までよく覚えてます。当時麻生政権でした。で、その時にですね、第1回の G20 のサミット、これが同年11月にワシントンで行われたわけですね。で、2回目のサミットが翌2009年の4月にこれロンドンで行われました。で、この時にですね、 G20 として、まあ、今回そのリーマンショックに端を発した世界的な金融危機に関しては、各国一斉にですね、財政を出動することによって克服しようと、財政出動にも走ったわけですね。で、これを G20 できれいに合意して、まさに、まあ、今でいう政策協調、ポリシーコーディネーションが行われたということかもしれません。で、日本も私覚えてますけど、麻生政権で何度も補正予算組んで、最後の補正は15兆円というですね、非常に大きな規模の補正を組んでですね、で、これは日本だけじゃなくて各国ともですね、非常に大規模な財政出動をやってですね、まあ、経済不況を、金融不況をですね、克服します。で、現実に数字を見てみると、2009年の後半あたりから徐々に世界経済が回復していきます。で、その時にですね、それはいいんですが、財政出動を行ったものですから、当然ファイナンスしなくちゃいけないわけですよね。で、そのファイナンスの仕方として、基本的には、まあ、各国、まあ、税金を上げてきたということだと思います。で、その時にですね、当然納税者に負担をお願いするにあたってですね、このような多国籍企業が税のですね、抜け穴を利用して、租税回避、しかもそれが行き過ぎた租税回避であるというようなことはですね、まあ、やはり税の公平性を担保するという立場からはですね、看過できなくなったんだろうなということで、政治的に非常に問題になったということが一つあると思いますね。それからもう一つはですね、やはりリーマンショック後の危機、まあ、比較的1年半ぐらいで、まあ、立ち直りを見せ始めたんですが、やはりその立ち直る過程においてですね、所得格差が広がってきた。これ日本もそうだと言われてますが、これ世界各国がジニ係数等を見るとですね、やっぱり所得格差が広がってきていましたですね。で、所得格差が広がっているっていうことは、おそらく政治的には一番これをアドレスしなくちゃいけない一種なんで、で、それを、まあ、そういう背景においてですね、やはり今申し上げたような、多国籍企業に限って認められるようなね、租税回避の、まあ、機会っていうのはできるだけディスカレッジしなくてはいけないと、そういうことがあったんだろうなというふうに思います。それでちょっと資料の2ページ目に戻っていただきますと、まあ、別府というのは従いましてですね、基本的には二重非課税三重非課税を許している、我々が戦後築き上げてきたですね、国際課税ルールが許しているわけですから、これは合法的な行為なんですね。これリーガルなんです。違法行為ではありません。ただし、先ほど申し上げたですね、課税の一番根本原則ですね、すなわち企業が経済活動を行い、利益を上げるところに適正な納税が行われるべきである。ということからは、やはり、いかなるですね、理由があろうとも、まあ、経過税国、タクス分にですね、不相応な利益が蓄積されですね、課税金を逃れているということはいかがものかということなんですね。したがって別府はですね、そのような合法的であってもですね、いかがなものかという租税回避、行き過ぎた租税回避をできるだけ抑制しようということで、むしろそれを許している国際課税ルールを抜本的に変えようということなんですね。で、できるだけルール自体を変えることによって、今は合法だけれども、タクス分に必要以上の所得や利益がですね、移転しないようにしていこうと、これが別府なんです。で、別府に関してはですね、さっき申し上げたように、3年ぐらい産業を OECD 租税委員会でやってきまして、で、去年の秋に、11月にですね、最終的に G20 のアントリアサミットで、首脳から OK いただきまして、で、世の中にその報告書を出したわけです。かなり分厚い報告書です。1400ページぐらいの報告書なんですが、で、2ページ目の一番右、左に書いてあるのはですね、実は別府というのは44カ国が参加してですね、これは議論をして合意を見たわけです。44カ国ってのは OECD が34カ国なんですね、加盟国が。
でプラスですね、 OECD には入っていないけれども、あの G20 に加盟している国っていくつかあるんですね、まあ、中国、インド、ブラジル、南アフリカ等々がそうなんですね。でこういう国があの全部入ってくれまして、でプラスアルファがあって、まあ、結果的に44カ国で BEPS 総裁を行ってきたということなんですが、今後何が行われるかということがこの2ページ目に書いてありまして、要はですね、せっかく BEPS やったんで44カ国だけじゃもったいないということで、今実はですね、あの他の国にも興味ありませんか、興味ある国は一緒にやりませんかっていう、あのご案内状を差し上げてるんですね。でご案内状を差し上げてですね、今毎日返事が来てます。で最終的にどのくらいあの BEPS に加盟しようという国が増えるのかわからないんですが、まあ、ここに書いてあるのは、まあ、今の勢いでいきますと、まあ、あの100カ国ぐらいになりそうですね。かなり大きなあの加盟国が集まってくれるようなんですが、あの一緒に BEPS やりましょうという話になりそうです。で、あの、租税委員会はですね、年に2回基本的に行われまして、1月と6月なんですね。で、今までは基本的にというか、例外なくパリの OECD 本部で行われてましたが、あの、今月実は租税委員会6月ですからあるんですけれども、これあの、かなりまあ無理やりですが、私が京都に引っ張ってきまして、京都でですね、租税委員会を行うことになっています。で、その京都の租税委員会で、この、あの、拡大別府会合ですね、100カ国ぐらい来るようなまあ勢いではありますけれども、この第1回会合が行われると。今月の月末ですね、ということになるわけです。で、あの、したがって、あのパナマ文書でですね、突きつけられた課題の一つ、合法的ではあるけれども行き過ぎた租税回避をいかに抑制していくかというのは、これは BEPS でやろうと。で、BEPS の参加国が44カ国から、まあ、あの広がってですね、その第1回会合があの今月末に京都で行われると、まあ、こういう流れになっているわけです。これが一つで、二つ目にですね、あの、税の透明性情報交換という真ん中のあのコラムなんですが、これはですね、あの、全く話が違いまして、要はあの、タクセイブに利益をですね、秘匿している場合ですね、隠している場合、あの、分かればですね、それなりに対応はできるんですけれども、秘匿している場合にはこれはどうしようもない。これは脱税行為、脱法行為ですよね。合法ではありません。で、この場合には、従って別府の話ではなくなります。でこれはですね、完全な脱税行為ですから、これは摘発してか適正な課税を行う必要があるわけですよね。でそのためにはですね、あの、税の情報交換というのをやります。で情報交換というのは、まあ、国税当局とし、例えばパナマの国税当局と日本の国税庁がある特定のですね、納税者に関する情報を交換するわけですが、従来はですね、こういう感じでしたね。あの、例えば日本の国税庁がですね、まあ、私なら私が怪しいと思うわけですね。だから端緒があって非常になんか怪しいと思う。で私の名前をですね、まあ、パナマならパナマ、アメリカならアメリカの国税当局に行ってですね、浅川というのが怪しいから、浅川に関するその、まあ、資産の情報、銀行の情報を、まあ、くださいと、こういう要請を起こすわけですよね。そうしますと、その要請に応じて、あの、アメリカは銀行に調査に入ります。これ調査権限をアメリカ持ってますので入ります。で私に関する情報を入手して、それをアメリカの国税当局から日本の国税当局に送ってくると、これを要請に基づく情報交換っていうんですね。でこれをあの今までやってきました。でこれはほとんどですね、端緒があるわけですから、まあ、ほとんど黒ですね、ほとんど脱税に結びつきます。で年間ですね、要請に基づく情報交換をやっているのはおそらくあの70件80件というレベルの規模をあの日本の国税庁は各国でやっているということのようです。でそれはそれでよろしいんですが、今実はトレンディーになっているのは要請に基づく情報交換ではなくて、あの、自動的情報交換、オートマティックエクスチェンジブインフォメーションというやつなんですね。で自動的情報交換って何かっていうと、まあ、文字通り自動的に要請がなくても、あの、納税者の情報をお互いに交換し合うということなんですが、これはですね、あの、きっかけがあります。きっかけはですね、あの、2008年のですね、あの、リーマンショックが起こった年にたまたまなんですけれども、まあ、スイスの銀行を通じてアメリカのですね、納税者がかなり脱税を行っていたっていうことが、まあ、たまたま明るみに出たんですね。スイスの銀行。それからですね、リヒテンシュタインの金融機関だったんですが、これを通してやはりドイツのですね、納税者がかなり海外に隠し資産を持っていたってことも、まあ、たまたまあの、同じ年に、まあ、2件明らかになってですね、どうやら、あの、外国の金融機関を通じてかなりのですね、あの、まあ、資産が海外に逃げて、それがあの隠されているらしいという話になったんですね。それは2008年です。で、それに加えましてですね、これご存知の方おられるかどうか分かりませんが、アメリカがですね、まあ、これ国内法、ファトカっていう国内法なんですが、あの、これ2014年に施行されたんですが、これはあの、まあ、国内法を立法しました。これ何かというと、アメリカの市民権を持っている方がですね、アメリカ国外、
例えば日本なら日本の金融機関に、まあ、例えば銀行口座を持ってますという場合にはですね、日本の銀行、そのアメリカの方のですね、市民権を持っている方の口座がある銀行は年に1回ですね、その銀行口座の情報、例えば残高はいくらです、納税者番号はこれです、住所はこれです、それから1年間のまあ出し入れはこれだけありましたっていう、あの口座情報をですね、年に1回アメリカの IRS 国税庁に出さなくちゃいけないという法律をアメリカが、まあ、一方的にではありますけれども立法したんですね。でこれを自動的に情報くださいよと。でこれ ある種のまあ自動的情報交換で、まあ、日本もですね、私アメリカと交渉しまして、ちょっとあの自動的情報交換とは違うんですが、まあ、なんとかファトカ上のですね、あのリクワイメントを満足するような一応あの仕組みを作りましてですね、日本もアメリカとの間では、まあ、あのファトカに基づく情報交換が始まったんですが、これがですね、結構な話題を呼びまして、あのだったらアメリカに任せておかずに、まあ、せっかくだから全世界でやっぱりこうした自動的な情報交換っていうのをやろうじゃないかということで、あの OECD の租税委員会がですね、中に入ってですね、自動的情報交換に関する、まあ、あの基準を、あのインターナショナルスタンダードを作ったんですね。これを CRS と呼んでます。これ書いてなくて恐縮ですが、コモンリポーティングスタンダードと、共通報告基準と呼んでますが、これをまあ作ったわけです。でこれに基づいて、あの一斉に自動的に情報交換しようではありませんかと、こういう持ちかけを全世界に対して行いました。でその結果ですね、今日現在なんですが、101カ国がですね、これかなりの数のタック成分が実は入ってるんですが、この共通報告基準 CRS に基づいてですね、自動的情報交換をやろうではないかと、こういう話になりました、なってます。でちなみにですね、この101カ国のリストがですねついておりますので、そこだけ先見ていただきますと、72ページですね。72ページ見ていただきますと、これ全部で101カ国のリストが載って、ございます。でこの101カ国はですね、国によっては2017年、国によっては2018年からですね、この税の自動的情報交換を始めるということでコミットして、ございます。で日本はあの右側に入ってまして、2018年から始め、これ国内法はすでに通っております、通りました。で2018年からあの日本人がですね、海外の金融機関に持っているですね口座情報、こういう国に預けた口座っていうのは、あの自動的に国税庁が 100% 補足しますので、原則としてあの、まあ、日本人の方はと申しますか、あの海外に隠し資産を持つことは不可能になります。でこの中でですね、一言だけ申し上げますと、欄外に注意1がございまして、アメリカは2015年からファトカによる自動的情報交換を実施するとしていると言ってですね、あのアメリカはファトカなんですね。したがってあの OECD の自動的情報交換ではなくてファトカでやると言ってるもんですから、アメリカはこの表に入ってございませんというのが一つ。からもう一つはですね、あの実はあの今日現在ですね、あの101カ国になってるんですが、つい最近まであの2カ国だけどうしても嫌だと言ってですね、なかなかコミットしてくれない国がありました。それがですね、パナマとバーレーンという国です。今あのこの右側の表の一番右の欄に入ってるんですけども、パナマとバーレーンというのはあのつい最近ですねコミットしてくれたんですね。でこれに関して一言だけ申し上げますと、実はパナマの大統領がたまたまなんですが、4月の20日に日本に来られました。ちょっと別件で来られたんですが、でその時に安倍総理の方からですね、あのこの話をしていただいたんですね。でぜひあの自動的情報交換、パナマはまだコミットしてくれてないようだけれども、一緒にやらないかと。でなおかつその自動的情報交換をやると言っただけじゃなくて、日本とパナマとの間にそれをあの盛り込んだですね、まあ、協定を作ろうじゃないかという、まあ、オファーをしていただいたんですね。そしたらあの向こうの大統領からあのいいですよという返事が来たもんですから、あのすぐさまの主税局の職員がパナマに飛んできましてですね、これ交渉いたしました。でその結果ですね、無事交渉が終わったというのが、すいません元に戻っていただきまして、3ページですね。3ページはその時 の, あのこれ報道発表なんですが、5月23日に報道発表させていただきました。でパナマとの租税情報交換協定、これは自動的情報交換を含んでおります、を含む、まあ、協定についてまあ合意に至ったということで、これは実はパナマがですね、あの世界で初めて日本に対して、この自動、それまではあの嫌だと言っていたわけですから、初めて日本に対して、まあ、自動的情報交換を認めたあの最初の例になりましたですね。
で2ページにもう一度すいません戻っていただきますと、2ページの今真ん中 の, あのコ, ラ、コラムの話を差し上げています。で23日に日バナマの、まあ、バイの協定の実施後に発表された後で、ここ何が起こるかですが、情報公開に関してはですね、まあ、あの2017年か18年にはあの101カ国で始まるわけですが、それまでの間実はですね、あの先般行われた4月の G20 の財務大臣中央銀行総裁会議でもう一つ宿題が出ました。2つ目に書いてあるんですが、非協力的地域を特定する客観的基準を作りましょう。これ何かというとですね、まあ、あの一応101カ国をコミットしたんですが、コミットしただけでやらない国があるかもしれない、ちゃんとそれをモニターしましょうということで、あのやるかやらないかをよく見てですね、でどうしても最終的に非協力的な地域が出た場合にはそこをですねリストアップしましょう、ブラックリストを作りましょうってことに G20 でなってるんですね。でブラックリストを作るためにはですね、そのまあ基準がいるだろうということなもんですから、その基準を作って持ってこいというまあ宿題がですね、その4月に G20 から OECD に降りたわけです。で先ほど申し上げたあの今月末の京都の会合でこれ決めなくちゃいけないんですね。でこれ決めます。今あのいろいろ議論しているところなんですが、でこれを決めた上であの認められればですね、7月23、24に行われる次回のですね G20 の財務大臣中央銀行、まあ、総裁会議、これは四川省の成都で行われますが、ここにまあ報告をし、まあ、するということになります。であの多分あのすぐにですねこの基準に基づいてブラックリストを作って、あの、まあ、この国は悪い国だということにはならないと思います。当然ある程度の時間的意義を与えてですね、でそれでもあの治らない国に関しては最終的に多分来年になると思いますが、ブラックリストを作ってですね、で場合によってはそういう国にはあの対抗的措置、ここには防御的措置と書いてありますが、対抗的措置を発動することによってですねプレッシャーをかけて、この自動的情報交換に、まあ、応じさせるような、まあ、努力を続けていきたいと、こういうことですね。でこれがですねパナマ文書で、に出てきます2つ目の柱なんですね。あの脱法行為、まあ、あの資産を秘匿しておられる、銀行口座を秘匿しておられるような納税者に関してはこの自動 的情報交換ということでですね、それを摘発して、まあ、適正な課税に持っていくということであります。で最後はですね、あの一番右の欄はですね、これはあの税の話じゃないんで今日は詳しくは触れませんが、これマネロンなんですね、資金洗浄の話なんです。そもそも税を払う払わないの前に、なんでそんな莫大な資金がですねコルタックセブンにあるんだっていう話ですね。でおそらく、まあ、不法な資金が洗浄されてそこにあったんじゃないかっていう、まあ、根本の話です。でこれに関してはですね、あの OECD 租税委員会ではなくて、あのその真ん中辺にちょっと書いてあるんですが、 FATF ファトフファイナンシャルアクションタスクフォース、金融作業部会という別な国際機関がやはりパリにございます。これは OECD の中にあるんですが、まあ、独立したあの国立国際機関でございます。ここがですね、マネロンに関してはあの別途あの基準を設けですね、その基準に基づいてあの審査をしております。でマネロンに関しては実は今まであの第一次審査、第二次審査、第三次審査まで終わっております。で日本も三次審査を受けてあの過労してパスしました。あの日本はですね、あの税の方はあのフロントランナー頑張ってるんですけど、マネロンの方はあのはっきり言って劣等生ですね。あのファトフからいろんな不備を指摘されることが多いんです。で三次審査をですねあのクリアする時も、一昨年の秋だったですが、その臨時国会に3本法律を出しました。あの反州法の改正法を出したりですね、あるいはあのテロリストに対するまああの資産凍結法を出したりしてですね、なんとか三次審査をまあクリアしたということなんです。で今後4次審査が始まります。日本もおそらく数年後にですね4次審査を受けることになるんですが、その時に、まあ、今回のパナマ文書で非常に大きくクローズアップされたこの実質的所有者情報、英語であのベネフィシャルオーナーシップって言います、 BO と言ってますが、この BO 情報をですねもう少しあのきちっと、まあ、入手してですね、それを国際的に交換しようじゃないかっていう話がこのパナマ文書で非常に盛り上がってるんですね。であの実質的所有者情報って何かっていうと、まあ、例えば一番分かりやすいのは信託ですね。信託がパナマならパナマにあります。で信託自身、まあ、法人格はないんですが、まあ、この信託がいかなるものであるかっていう情報は、まあ、パナマは出すかもしれない。ただ実はその裏にですね、まあ、いくつもの法人をかませて真の受益者、真の委託者ですよね、これってのはもうはるか地平線の彼方にいるんですが、その情報を出さない経過税局がいると。で真の受益者が誰かがわからない状態で放置しておきますと、それはですねマネロンやそれから脱税の温床にもちろんなるわけですから、今回パナマ文書でやはりあの最後までこう遡っていってですね、自然人に至るまで遡っていって、真のまあ受益者所有者は誰かってこともやはりきちっと補足しておく必要があるということが問題になったんですね、これマネロンの観点から。
で、このコラムの下の方に書いてあるのはですね、やはりあの4月の G20 の財務大臣中央銀行総裁会議でやはりあの宿題が降りてまして、これはファトフとからグローバルフォーラムってところに宿題が降りているんですが、今申し上げたですね、法人や法的取引目の実質的所有者情報、ベネフィシャルオーナーシップの入手、ちゃんとアベイラブルな状態にしておかなくちゃいけないって書いてあるんですね。アベイラビリティを確保しておくこと、およびその国際的な交換に関して、要するにあの入手した情報をですね、クロスボーダーで交換していきましょう。税も交換、情報交換でありましたけれども、この BO の情報もですね、まあ、あの交換していきましょうということになっていまして、そのための具体的なですね、提案、初期提案を10月の G20、 これワシントンで10月6日に今年行われますが、そこに持ってこいっていう宿題が降りてるんですね。ですからこれは OECD ではありませんけれども、ファトフドジグローバルフォーラムがですね、今これを検討してくれてまして、まあ、あの どういうふうになるかですね、あのというまあ議論が今後展開されるというふうに思っていただければよろしいかと思います。日本もですね、これあの実質的消費者情報ってなかなかあのきちんとは取れてないんですね。ちょっといろんなことをしないとですね、なかなかファトフの審査をクリアしないということで今後なると思います。それがですね、2ページ目、この3つの柱ですね、パナマ文書によって我々が突きつけられたあの3つの課題を、まあ、今後どういう、まあ、手順、どういうあのタイムフレームでですね、あの我々があのアドレスしようとしているかということの概括的なご説明になります。であとですね、15分20分ぐらい時間がございますんで、簡単にですね、この BEPS の中身をもう少しだけ解説させていただければと思います。で、BEPS はですね、この資料で申し上げますと、6ページ。6ページにですね、BEPS プロジェクトについてという、まあ、ポンチがございまして、この下半分を見ていただきますと、BEPS プロジェクトの3本柱とあります。で、これはですね、まあ、大きく BEPS、まあ、15の行動計画ってあるんですが、その15をまあ仕分けるところの3つにまあ仕分けられますということで、 A がですね、これがあのメインのエレメンツなんですが、グローバル企業は払うべきところで税金を支払うべきという観点から、実は我々があのこれまで戦後築き上げてきた国際課税ルールを抜本的に見直しますと、これがあの非常に大きな柱になっています。でこれをあの下の B と C で支えているという構図なんですが、 B がですね、あのと同時にですね、各国政府グローバル企業の活動に関する透明性の向上、いろいろ、まあ、情報提供していただいてですね、適正な課税にするようにしましょう。この、 あの透明性の向上の措置が、まあ、いくつか入ってます。これが B ですね。から C がちょっと変わってまして、企業の不確実性の排除と書いてありますが、ここだけあのさっき申し上げたあの二重非課税ではなくて二重課税なんですね。あので BEPS をですね、あの対抗措置を具体的に発動していきますと、まあ、二重非課税はアドレスされることになるんですが、あの場合によっては二重課税があの部分的に生じてしまうかもしれないっていうあの不安が企業にあったものですから、ここだけはですね、あのそういう企業の不安に応えるためにあの二重課税の排除に関して一つあの行動計画を立ってございます。それが C でございます。で具体的にはですね、ちょっと細かい表になって恐縮なんですが、8ページをお開きいただけますでしょうか。8ページが一番あの、まあ、分かりやすいと思って作った表で分かりにくくて恐縮なんですが、これですね、あの、まあ、BEPS のいくつかの例なんですね。で、あの、左の方の下にですね、X 国というのがあります。これが経過税国、タックセブンですね。ここにですね、まあ、あのペーパーカンパニーがあるわけですね。関連企業 X 社ってのがあって、その親会社が上の方に親会社 A 社っていうのがあります、まあ、日本には、まあ、日本が A 国は日本だとしますと、日本にある会社が、まあ、パナマならパナマ、バミューダならバミューダにですね、あの子会社を持っていると、こういうことですね。でこの親会社たる A 社はですね、いろんなあのテクニックを使ってですね、できるだけこのタック成分に利益をシフトしようとするわけですよね。でその手口がいくつかあります。でここにはまあそのいくつかの典型的な例が書いてあるんですが、関連会社 B 社というのが真ん中のちょっと上に書いてございます。これにですね、融資に伴う BEPS と書いてあるんですが、これ何かっていうと、あの親会社 A 社はあの、まあ、日本じゃなくてもいいんですが、いずれにしてもタックスヘブンの外にですね、あの別な会社を作りまして、そこにですね、このタックスヘブンにある X 会社からの貸し付けを行わせるわけですね。でそれに対して関連会社、関連企業 B 社は当然貸し付けに対する金利を払うわけです。
利払いをします。でこれがですね、適正な額ならいいんですが、これを過大に支払うと、過大に支払うことによって、まあ、A 国から X 国に利益がシフトする。でそのまま X 国にそれを溜め込む、留保するということが行われます。これがですね、融資に伴う BEPS と言われているやつで、これに対してはこの利子支払いをあまり過大な場合には、あの損金算入をまあ否認するわけですね。でコード4ってところにありますが、過大支払い利子税制っていうのを各国できちんと強調して作ってですね、過大利子支払いに関しては対応していこうっていうのが BEPS のまあ行動計画4ってのにあるんですが、例えば融資に伴う BEPS はそういう行動計画で対応しましょう。これが一つですね。それからもう一つですね、今度は若干右の方の下に関連企業 C 社ってのがあってですね、これちょっと分かりにくくて恐縮なんですが、無形資産を利用した BEPS と書いてございます。で、無形資産、例えば特許とかデザインとかですね、まあ、衣装料、よく言われるのはスターバックスの例がよく言われますけれども、スターバックスっていうのはですね、あれは英国法人が非常に問題になったんですが、スターバックスの英国法人はオランダの関連法人からスターバックスっていうですね、商標をですね、ライセンス付与されまして、それに対してイギリスの法人がオランダの法人に莫大な使用料、ロイヤリティを払ってたわけですね。これが莫大だったんで、まあ、イギリスから利益が流出したということなんですが、同じ話です。この一般的な表で言いますと、関連会社、まあ、C 社に対してですね、この X 社、タックス分にある X 社がですね、まあ、無形資産の、まあ、まず最初には研究開発を、まあ、依頼すると。でそれに対して関連企業 C 社はですね、研究開発費をいただいてですね、開発をした後、その開発したですね、無形資産を非常に安い価格で、低価格で X 社に譲渡しますっていう、そういう、まあ、取引が書かれています。で何が問題かというと、問題は2つあってですね、そもそもこの X 社っていうのはペーパーカンパニーですから、費用は親会社がもらってあるんで、資金提供できるんですけど、それ以外何もやってないペーパーカンパニーだとしますよね。そうしますと、そういうペーパーカンパニーに対して資本提供をのみ実施して、何ら経営判断、何らリスクも取っていない典型的なタックスヘブンのペーパーカンパニーに対してですね、まあ、研究開発費用が提供されただけの理由でですね、過大な収益を分配するのはいかがなものかということ。これ、関連企業 C 社から、左に出てます矢印の下の方なんですが、収益の分配。これをやっぱり過大な収益の分配を認めてはいけない。ここに制限をかけようっていうのが一つの課題です。からもう一つは、これ、低価格で譲渡したと、その上の矢印に書いてありますね。まあ、あえて言えばですね、まあ、自分で C 社で開発したこの無形資産、そんなに儲かるものだと思ってなかったと。ということで、ただみたいな値段でですね、この X 社に提供するわけです。ところが、実際にこの X 社がですね、第三国でこれを使ってですね、商売したところ、大変な儲けが出たと。大変な莫大な利益が上がったということになるとですね、こんな莫大な利益が上がる無形資産だったら、こんなに低価格で譲渡した、この譲渡価格はおかしい。安すぎたと。こういう話になるわけですよね。で、もっと高くあるべきだったのではないかというところです。でこういうのは移転価格操作といいましてですね、親子会社間の関係を利用して、まあ、価格を操作しましてね、まあ、この場合で言いますと C 社から X 社に利益を移転するわけですね。でこれに対してはですね、まあ、どこの国も対応する税制、これ移転価格税制と言ってますが、これを持ってましてね、で例えば今の場合で申し上げますと、これ C 社と X 社が関連会社からこんな安い値段で売ったんだろうと。で関連会社ではなくて独立した会社間であるならば、こんな安く売らなかったはずだっていう価格を国税当局が外から持ってくるんですね。で本来はこんな安くなくて、この価格で譲渡すべきだったはずだっていう譲渡価格を持ってきて、関連企業出資者に対して課税を行うと。これが移転価格税制なんですね。でこれはどこもやってます。日本もやってますし、アメリカも散々1990年代ですかね、日本の自動車会社がこれで打たれました。中国も最近この税制を入れて発動してます。でところがですね、非常に難しいのは、これ有形資産であるならばね、独立第三者間の、まあ、取引ってのはいくらでも例がありますから、それを持ってきてですね、まあ、このくらいが客観的な価格だろうっていうのを国税当局が持ってきやすいんですが、無形資産の場合にはですね、例えばスターバックスっていうのはこんなもの取引されるのはですね、これ関連会社だから取引されるんであって、独立第三者間で無形資産が取引されるっていう例は実はあまりないんですね。そうしますと、無形資産が取引された場合には、国税当局がですね、移転価格税制を非常に発動しにくい、
しにくい。なぜならば独立企業間価格、独立した第三者間の価格っていうのは例があまりないからっていう問題があって、でまさにそれを利用してですね、無形資産を利用した別府が盛んに行われるようになった。先ほどのスターバックスっていうのはその典型的な例です。でこれに対してもやはり対応しなくちゃいけないということで、今回別府ではこれに対応するですね、まあ、細かい話は省略しますが、まあ、行動計画を打ち出しております。まあ、とうとうですね、今2つだけ別府総例を申し上げました。過大な利払いを行うことによって利益を A 国から X 国に移転する、それから無形資産をですね、安い、あるべき価格よりは安い低価格で譲渡することによって、やはり A 国から X 国に所得を利用して移転して X 国を貯めておくと、まあ、こういう別府総例を申し上げました。これは他にもいくつもテクニックはございます。最後にですね、そうは言っても最終的にこの X 社に残った、でこれをできるだけ抑制しようというのが別府なんですが、それや別府 の, プロジェクトなんですが、それをやってもですね、最終的にこの X 社にどうしてもたまった利益っていうのは、この8ページ目の右の左の一番上にあるですね、行動3と書いてありますが、X 社の所得を A 社の所得に合算して課税、外国子会社合算税制、まあ、そこに言うタックスヘブン税制っていうのがあります。でこれで対応するんですね。最終的にこのタックスヘブンに残ってしまった流動所得に関しては、もしこの関連企業 X 社が本当に実態のないペーパーカンパニーだったという場合には、関連企業 X 社に利用された所得を、まあ、この場合には親会社 A 社、日本なら日本の親会社の所得に合算して日本で法人税を課しますと、これやるわけですね。で従いまして、先ほど申し上げたようにですね、基本的に今回パナマ文書で、まあ、いろんな企業がいろんなタックスヘブンを使っていましたという話が出ましたけれども、基本的にはですね、まず一つは合法的な行為が多かったというふうに、まあ、中には脱税された方いるかもしれませんけれども、まあ、基本的には合法的な活動であってですね、で合法的な活動であっても今申し上げたようにですね、関連会社 X 社が例えばこの例でいきますと X 国に進出した動機がね、経済的な合理性がないと、租税回避のためだけにですね、企業進出したということになりますと、これはタックスヘブン税制が発動されて合算課税が行われているはずですから、まあ、それで対応するということだったんですね。ただそうは言っても、先ほど一番最初に申し上げたようにですね、やはりタックスヘブンに何がしかのですね、所得が経済活動の実態とは離れ利用されることはあまり好ましくないということがあったもんですから、別府を使ってですね、こうした行為ができるだけ鼻から行わないように抑制するということでございます。それが、まあ、別府の話なんですね。それからですね、あと5分ぐらい時間をいただきまして、自動的情報交換の話ですね。でこれはですね、この資料で申し上げますと後ろの方なんですが、69ページです。69ページを見ていただけますでしょうか。でこれさっき申し上げました情報交換といくつか種類があると申し上げました、まあ、3つあるんですが、さっきは2つ申し上げました。一番上のですね、要請に基づく情報交換、それから一番下の自動的情報交換で、これは全くもう件数がもう桁が全く違ってきますですね。それで自動的情報交換は、まあ、どういうものかっていう話がですね、71ページですね。71ページの下の方にですね、ポンチ絵が2つ並んでおりまして、先に右の方から見ていただきますと、右の方がですね、外国から日本への情報提供のイメージということなんですが、要はですね、日本の居住者、日本に住んでおられる方が海外の金融機関に、まあ、口座を持っておられるということですよね。でそれ別に申告してたら問題ないんですが、まあ、隠しておられる方はいるかもしれないという、まあ、先ほど申し上げた真ん中のコラムの話なんですが、その場合には今までは要請を起こして日本の国税庁が情報をもらっていたんだけれども、まあ、今後2018年以降はですね、要請がなくても年に1回自動的にですね、海外の国税当局を通じてですね、租税条約に基づいて日本の国税庁に口座情報が送られてくるということになります。これ101カ国から送られてくるわけですね、パナマも含めてです。で送られてくる情報はですね、その下の方のボックスに入ってますが、氏名、住所、個人番号、法人番号、
これマイナンバーなんかはですね、おそらく外国の金融機関に口座を出すときにはこれ聞かれるんですね。ですからマイナンバーも送られてくることになると思います。それから口座残高、利子配当等の年間受け取り損額、これ意外にミソなのがですね、口座残高なんですね。したがって何も取引を行わない、ただそこに置いとくだけのですね、口座があったとしてましても、残高ありますんでね、ストック情報が送られてくるということなのですから、存在自体が明らかになるということなんですね。取引を行ってなくてもですね。それから逆も起こりましてね、逆はその今持っていただいているページの下の左の方なんですが、日本から外国への情報提供のイメージと書いてございます。で、例えばアメリカならアメリカのですね、アメリカではないですね、パナマにしましょうかね、パナマならパナマの居住者の口座がですね、日本の金融機関にあるということですよね。そうしたら日本の国税当局は年に1回日本の金融機関からですね、パナマならパナマ、イギリスならイギリス、フランスならフランスの居住者の情報を一括して集めます。で、集めた情報をですね、パナマの情報なら一括してパナマの国税当局に渡しますし、フランスの情報ならフランスの国税当局に渡すということをお互いに交換し合うんですね。これが101カ国の間で始まると、こういうことになります。で、これがですね、税の自動的情報交換の大体のイメージであります。それで以上が概括的なご説明になって、本当はですね、行動計画ごとにご説明すればいいんでしょうけども、それやってますと時間がなくなりますので、今日のところはそれはいたしませんが、別府と自動的情報交換という、日本柱で今までここ数年間ですね、国際課税の世界で大きな動きがあったわけでございますが、特に別府の方ですね、これはですね、非常に従来と違ってですね、審議があったと私思うのは、従来は二重課税の排除と申し上げましたよね。すなわちある企業が外国へ行って、利益を上げますと。で、これをですね、例えばアメリカなら日本とアメリカの課税当局でどう配分するかっていう、ゼロサムゲームだったんですね。100のものを X 対 Y でどう分けますかっていう、それが二重課税の排除だったんですね。ところが別府はそうではなくてですね、第三国も含めてですね、価値が創造されたところ、企業は経済活動を行って価値が創造されたところでですね、課税すべきだというですね、ある意味では税の本質に関わるようなですね、話が行われるんだったというのは別府の新しいところかと思います。それが一つ。それから二つ目にですね、さっきも申し上げましたが、税というのは国家主権にぶら下がってますから、課税権はですね、一番為替とか、為替もやってますけれども、為替とかマクロ経済とか、あるいはその、貿易ですよね、ああいうものに比べて、やはり国際協調が一番馴染みにくい分野だと思います。で、これほっときますと何が起こるかっていうと、それぞれ税収欲しいですからね、各国がバラバラに多国籍企業にですね、向かって税を取り始めるようになるんですね。それが何の協調もなくてやられますと、これ企業にとってはたまったもんじゃありませんで、二重課税どころか三重課税、四重課税、五重課税というのはですね、これリスクもある中で、やはり OECD が中に入ってですね、国内法に至るまで、別府を防ぐためにはこういう方向で国内法を改正しましょうよという提言をしたというところはですね、非常に非生産的な税の競争からですね、ある意味では税の協調への、小さいながらも第一歩ということになるのかなというふうに思っております。より究極的にはですね、先ほども申し上げたように、やはり多国籍企業、国境をまたいで自由にですね、経済活動が行うことができる多国籍企業や、あるいは国境をまたいでですね、資産を移動したりすることができる富裕層がですね、に限ってこうした税の抜き穴を利用したですね、ループホールを許しちゃいけないということで、これを放置しておくと、やはり税の公平性、税制の信頼感が失われるということがあったと思いますので、そこはですね、日本もそういう動きにいち早く賛成しましてですね、そうした税の信頼感への醸成に努めることに少しでも知ることができたのかなというふうに思うわけです。ということでですね、今日申し上げたのは、パナマ文書によって、3つの課題が明らかになりましたと。で、1つは合法的であっても行き過ぎた租税回避行動に関しては、今ちょっと申し上げた別府ですね、これを使うことによってですね、できるだけ経過税国に所得が移転しないように、ルールの見直しをしましょう。これが44カ国からですね、100カ国ぐらいに広がりそうな勢いなもんですから、これをぜひ日本としては後押しをしたいと思ってございます。その第1回会合が京都で行われる。
それからそうじゃなくて、まあ、そもそも脱税をされているときにはですね、税の情報交換ということなんですが、日本は最後までなかなかコミットしていただけなかったパナマからですね、まあ、その、まあ、コミットを引き出してですね、まあ、パナマはおそらくこれ今後日本以外にもですね、いろんな国とバイの協定を結ぶことによって、まあ、自動的情報交換をしようということになると思いますが、まあ、パナマに限らずですね、タクセブンと、まあ、101カ国ですね、タクセブンを含めた101カ国と効果的な税の自動的情報交換をやることによって、脱税事案には厳しく適正に対処するということですね。で、3つ目、今日は詳しく申し上げませんでしたが、マネロンですね、これに関してはファトフ、特に実質的所有者情報をファトフが的確にですね、基準を作り的確に審査することによって、ここの、まあ、きちっとした真の受益者は誰かというところを把握することによってですね、資金洗浄には対応していくと、この3つでですね、今後パナマ文書には対応していきたいと、まあ、こういう動きが行われるということでございます。じゃあ、私の話は以上にたいと。はい、どうもありがとうございました。パナマ文書の見合いと、それから別府数と相続税回避への対応策説明していただきました。じゃあ私の方から一に質問させていただきます。一つはですね、まあ、今回 の、 その、まあ、パナマ文書が、まあ、明らかになったことということやですね、あるいは別府数というその租税回避的なものへ の、 この対策というのが、この日本にとって持つ意味というのはどういうことなのかと、まあ、これは日本政府、まあ、日本政府も先ほどの話じゃないですけど、まあ 税収の基盤がちゃんと、まあ、しっかりないといけないということがあると思うんですけど、日本企業、あ、じゃあ日本にと政府にとっての意味、それからもう一つは、まあ、日本企業だと思うんですけど、まあ、日本企業が、まあ、実際にその、まあ、今言われたような租税回避的なやり方を使っているのかどうか分かりませんけども、例えばそのライバル企業が、まあ、使ってたりすると、まあ、損することもあるんじゃないかと思いますけど、まあ、日本政府とかですね、日本企業、まあ、あるいは日本人にとっての意味合いというのはどういうものなのか、ご説明いただければと思います。はい、まあ、正直申し上げて、この別府が始まった当初はかなり日本の経済界からはこれ不評でしたですね。で、その不評のですね、根拠は何かというと、要するに日本の多国籍企業というのはそんなにリソースをかけてですね、タックスプランニングをやっているわけではないと。それは欧米企業だと。で、欧米企業が、まあ、行き過ぎた租税回避を行う、それを抑制したいというのは分かるけれども、なんでそんなにやっていない日本企業までお付き合いしなくちゃいけないのかと、迷惑だと、こういう話だったんですね。で、最初はそうだったんですが、まあいろいろやっていくうちに日本の経済界もだんだん分かってきていただいてですね、まあ、最後は非常に協力的になっていただいたんですが、それは一つはですね、結局日本の多国籍企業も、まあ特に中国やインドで相当いろいろなですね、税制上の、まあ、経験をされていてですね、まあ、要するに苦労されているわけですよね。それでその時に、まあ、今回申し上げたように、これ OECD 先進国だけではなくて、インドや、まあ、中国も含めたルール作りをして、で彼らも非常に積極的に加わってくれたんですよね。で、国内法の、まあ、方向まで、まあOECD で協議をして合意してくれたわけですから、今後日本のみならずですね、インドや中国も、まあ、その合意した方向で国内法が改正されることが、まあ、期待され、まあ、現にそれが起こっているわけですが、まあ、非常にそういうことで、まあ、日本企業が今まで苦労してきたその進出先、特にアジアの進出先ですよね、まあ、ヨーロッパももちろんアメリカもそうかもしれませんが、においてですね、まあ、税の透明性が高まる、しかも予見可能性が高まる、こういう方向で、まあ、今後国内法の改正がなされるということは、まあ、はっきり示されたわけですから、これは日本の多国籍企業にとっても非常に私は透明性が向上するという意味で、あるいは課税ルールが明確化するという意味でですね、非常に私はよろしかったんじゃないかなというふうに思うんですね。それが一つ。からもう一つはですね、まあ、今実際もちょっとおっしゃいましたが、仮にですね、日本の多国籍企業が今までそんなにタックスプランニングをやっていなかった、むしろ欧米企業の方が盛んにやっておられたという話だとするとですね、まあ、若干皮肉っぽい言い方にはなりますけれども、今回この別府数によってですね、行き過ぎた多国籍企業の、まあ、租税回避行動が抑制されるわけですよね。そうしますと相対的に欧米の行き過ぎた租税回避行動が抑制されるということは、反射的にですね、日本の多国籍企業にとっては相対的には、まあ、有利な話ではないかなということだと思いますね。で、これも経団連をはじめとして経済界も認識をしていただきましてですね、ご評価いただいている点かなと思います。
それから3つ目にですね、確かに面倒くさいって話があってですね、まあ、事務負担が課長になる。これ特にですね、先ほど申し上げた3本の柱がありましたが、そのうちの2本目の柱はですね、これ企業からもっと情報をいただくって話なんですね。でよく報道されましたのは国別報告書といいまして、これから今後ですね、多国籍企業は年に1回ですね、子会社がある国ごとにですね、所得額とか納税額とか従業員数とか資産額とか、これ国ごとに区分けして年に1回国税庁に出さなくちゃいけないということになるんですが、そういうのは非常に事務負担が重いということがあったと思います。でこれに関しては私当初からですね、経済界とかなり綿密な協議をさせていただいてですね、必要以上な情報は取ることにしないようにしましょうとかですね、あるいはその情報の交換の仕方もですね、守秘義務をきっちり守ってですね、ミスユーズ、生きがい、目的が使用なんかがですね行われないようにしましょうというようなことを、かなり経済界と綿密に相談しながらこれやらせていただいたということです。でしたがって最終的には必要な範囲の情報をですね、むしろ日本企業にとってベネフィシャルなようなですね、形でいただくということになりましたので、そこもご評価いただけたのかなというふうに思います。で最後は先ほど申し上げたように、やはりこういう税の、不公平感ですよね、大きく言って、そういうことをやっぱり助長するようなことはですね、それは日本のみならず どの国もそうでしょうけども、やはりは放置しておけないということがすれば、今回この BEPS によって日本は真面目な国ですから、もう2年前からですね、BEPS 債務国内法を着々と毎年改正して、これ何年かかかってやることになります。来年はかなり大きな改正があると思いますが、そういうことを経てですね、やはり日本の税制に対する公平感というかですね、やはり日本の税制というのは企業行動に対しては中立的なんだなというところはきちっとですね、維持していきたいと思うわけでございます。はい、どうでしょうか。じゃああと1問だけ質問したいと思いますが、基本的にタックスヘイブンそのものは今までも存在しているし、今回も別にタックスヘイブンだからいけないとかいうことではないという話だったと思います。それからさっきの例でおそらくあれですよね、スタバックスとかアップルが使ってるやつっていうのはオランダとかアイルランドとか、そこの特別な税制ということ、あれは別にタックスヘイブンではないということだと思うんですけど、こういう仕組みそのものについてなんか問われるということは、これからはないのか、実際問題、さっきの話じゃないですけど、タックスヘイブン対策税制というのは一応あるので、これはこれで対応することになるので、別にそれは問題にはならないよねということなのか、これもちろん法律的な問題とか、あるいは政治的な問題とか社会的な問題とかいろんな側面があるとは思うんですが、その辺についてご見解を聞かせていただけますか。2つあると思うんですね。はい、で1つはですね、今実さんのおっしゃったことを突き詰めるとですね、タックスヘイブンというのは今後もあるんですよ。でタックスヘイブンというのは法人税率がゼロ、もしくは極端に低税率な国ですから、論者によってはですね、じゃあそういう国をなくせばいいじゃないかと、要はですね、法人税率をもっと上げさせて、で極端なことを言えば全世界でですね、法人税率が同じになれば別府みたいなことが起こらなくなるわけですよね。でそれはそうなんですよ。タックスヘイブンをなくしてですね、今例えばアイルランドって時々タックスプランニングに使われますが、あれ法人税率が 12.5%、ユーロでは一番低い国なんですね。で低いんで、そこに企業が行って、利益期待が行われるということなんですが、もう少し例えば EU の中でですね、法人税率を揃えようという議論もあることがあって、でそれが全世界に広がって、全世界で一律の X% っていうですね、法人税率になれば当然それは別府さんなくなるわけですけれども、そんなこと言ってもしょうがないですよね。そうならないわけですから。要はさっき申し上げたように、税率を何パーセントに設定するか、これ法人税に限らずですが、基本的に国家主権の範囲内です。ですから今回の別府もさすがにそこまでは干渉しちゃいけないということ、で言葉を変えて言えば、西さんの言葉を借りて言えば、タックスヘイブンは今後とも存在し続けるんだというところを前提にして、そうは言ってもですね、ルールの見直しによってベップスをですね、抑制する道は必ずあるはずだということで、15項目の行動計画を立ってですね、我々はそれを一つ一つ潰していく議論をしてきたということなんですね。でただですね、今後ともベップスがどう発展するか私には分かりませんが、もう少し話熟度が高まればですね、確かにおっしゃるように税率の違いですよね、
税率の違い自身を問題にする議論が出てきても不思議ではないのかなという気は正直しますね。ただこれは国家主権に触れる問題ですから、なかなかそう簡単にはいかないんですけれども、そこまで議論が広がる可能性も秘めたプロジェクトであるというところは若干認識しておいていただいていいのかなというふうに思います。それからタックスプランニングに関して2つ目の質問ですが、これはですね、資料のですね、54ページ、これ実は行動計画の12ってところに今の話が入ってまして、ちょっと直接お答えになっていることは分かりませんが、実は今後ですね、いわゆるタックスプランニングをやる場合にはですね、それをあらかじめ税務当局に登録していただく、登録制度を入れるじゃないかっていう、これ実はですね、この報告書の概要のところに書いてありますが、アメリカ、イギリス、カナダ、アイルランドでそういう国内はすでにあるんですね。でどういうですね、タックスプランニングを報告していただくかっていうと、次のページ55ページにちょっと書いてあるんですが、この報告基準って書いてあるところですね、例えば利用者に守秘義務が課されている、成功報酬になっている、あるいは損出しスキームになっている、リースバック取引であって、こういうやつはですね、かなりタックスプランニング的な要素が強いものですから、 OECD の勧告としてはこういうものをですね、合法的なんですよ、ですから違法行為じゃもちろん困るんですが、合法的であってもこういうタックスプランニングをやる場合には、会計事務所や弁護士事務所、あるいは納税者ご本人から事前に国税当局に報告してもらうということを入れようということなんですね。ですからよくアイルランドで使われるタックスプランニングのスキームがありますが、あるいはオランダで、ダッチサンドイッチっていうですね、オランダを使ったスキームありますが、そういうことを使う場合には必ずプロモーターからですね、国税当局に報告していただくということで、そういう、ある程度の抑止力を働かせるということを考えてございます。はい、はい、それではじゃあ会場から質問を受けしたいと思います。いかがでしょうか。はい、どうぞ。NHK の武田といいます。今日はどうも詳しい話ありがとうございます。2点お聞きしたいんです。1点目はですね、ファトカと情報交換の話です。アメリカは一方的に作ったそのファトカで、アメリカ市民が全世界どこにいようが、その人の個人情報は、口座情報はアメリカは吸い取ると。だけど今回 OECD ベースで作った情報交換システムには入っていないと。そうするとその日本で考えるとですね、日本は日本国内にあるアメリカ人の口座情報は全部アメリカに必ず渡すと。だけど逆にその日本人がアメリカ国内に持っているその口座情報をちゃんと日本は受け取るということができるのかどうか、ここが一点です。それともう一つはグローバルタックスのことについてちょっとお考えをお聞かせください。要するに法人税率を合わせるということは、先ほどおっしゃったようにそれはもう無理でしょうと。それは国家主権に関わる話ですと。だから税を納めてもらうところでは合わせられないけど、使うときに共通の税を使おうかけようじゃないか、例えばそうやって集めたお金何に使っているのか、結局は金融取引に使うんでしょうと。シティとかウォールストリートで結局そういうお金が大量に使われるんだから、そこで一網打尽かけて吸い取ってしまおうという考えがありますよね。これを考えについては、今後 OECD ベースで、今 EU なんかですごくこの金融取引だってちょっと話が出てると思いますけど、今後その OECD ベースで考えた場合にどういう考え流れになる可能性があるのかないのか、この2点をお聞かせください。ありがとうございます。まずファトカの話ですが、今おっしゃったようにですね、アメリカはファトカという国内法を、先行して入れたわけですね。でこれは自動的情報交換なんですが、今おっしゃったようにアメリカ市民権課税です。したがってちょっとOECD がやった自動的情報交換と違いまして、 OECD の自動的情報交換というのは居住者かどうかで見るんですね。ですから例えば日本の居住者がアメリカならアメリカ、パナマならパナマに金融口座を持っているかどうかで見るんですが、アメリカの場合には居住者かどうかは関係ありませんで、アメリカの市民権を持っている限りですね、どこにいようとアメリカっていうのは申告義務を課してですね、全世界所得に課税するものですから、ちょっと範囲は違うんですけれども、ただそれよりもファトカで問題なのはですね、実はこれも質問された方おっしゃってましたが、日本からは例えばアメリカに対して情報交換をするんだ、情報を出すんだけれども、これはアメリカの市民が日本の金融機関に持っておられるその口座情報ですよね、これを出すんだけれども、じゃあ逆はどうかっていうと、実はこれ同等の質の情報が来ないことになってるんですね。
でこれはですね、アメリカの国内法が人の国には要求しておきながらですね、自分の国ではまだ国内法が十分に成熟してなくてですね、ファトカで要求した情報っていうのは自ら取れないんですね。そういう意味では今非常になんていうんですかね、リスプロになってなくて対等になってないんですね。でこれは非常に我々問題視しておりまして、でそもそも自動的情報交換っていうのはこれお互い様なんで、同じ質の情報を公開して初めて自動的情報交換と言えるんで、いかがものかという話をずっとしてきました。でこれに関してはですね、実は5月5日だったと思いますが、アメリカルー長官が、書簡という形でしたか、ステートメントという形でしたか、ちょっとどちらか忘れましたけれども、その問題を認識してますと。で従いまして議会に対してですね、ファトカは今非常にこう一方向の情報の流れになってますけれども、今後はその均等なですね、出す方も入れる方も同じレベルのですね、情報交換するように国内法を改正していこうではないですかという声明、ステートメントを出しておられるんですね。ですから今今日現在そうなってないのは残念なんですけれども、この OECD の議論を通じてもアメリカもやっぱりこのままじゃまずいなというふうに思ってですね、ある意味ではそのリスプロを担保するような方向に国内法を改正するような動きはあるということですね。で市民権課税かどうかというのはちょっとより根本的な話でですね、そこは確かに市民権課税やっているのは全世界でアメリカぐらいのもんなんでですね、範囲はどうしても違ってきますけれども、そこは多分ですね、OECD のやる基準と食い違ってもそれほど根本的な違いではないのかなと。根本的な問題ならむしろ情報の質が異なっていることと、でそこは治癒する方向にあるということであります。それからグローバルタックスの話はこれ非常に難しい話でですね、一番極端なことを考えるとですね、全世界財務省っていうのができるんですね。ワールドタックスオーガニゼーション WTO、 これトレードじゃなくてタックスですね、ができてですね、そこが一元的に税金を集めて調整すると。でそこが一元的にですね、予算を作って、例えば A 国の予算はこれ、 B 国の予算はこれというふうに予算配分までするというのはこれ究極の姿ですよね。で今おっしゃったら多分そこまでいかなくても、例えば全世界金融取引に対してですね、当便税と言われますけれども、こういう税金をみんなで貸したらどうかという話があろうかと思います。それで確かにですね、今まで OECD で議論してきたその国際課税原則というのはいろんなところで限界に突き当たっているんですけれども、例えばですね、 e コマース電子取引ってありますよね。で電子取引というのは、一番典型的には電子音楽とか電子書籍が外国から飛んできて日本でそれを売ってですね、儲けを上げるということなんですが、これ従来の課税ルールからするとですね、何かその日本に出店がないといけないですね、支店とか事務所とか、これ PE って言ってますけども、で PE がなければ法人税は一切課税できないということになってまして、でそれからするといきなりこう電子媒体が飛んできて日本で儲けてもこれ課税のしようがないんですよね。でこういう話にどう対応するかという話とか、あるいはその金融取引というのはもう グローバルトレーディングといいまして、24時間いろんなところにこのブックがどんどんシフトするわけですよね。為替なんかそうですよね。そうしますといちいちその支店ごとにですね、そのさっき申し上げた独立企業間価格を適用して TP 課税を打つとかですね、そんなことは本当に現実的なのかという話は実はございます。で今おっしゃったように、だったら一律に例えば何かの X 対 Y 対 Z でもエイヤーでやってですね、一律に取った上でそれをこう X 対 Y 対 Z で仕分ければいいじゃないかっていうことですよね。いう議論っていうのは前々からあるんですね。でそれは今回そこまでとてもいかなかったんですけれども、特に今申し上げた電子取引とかあるいは金融取引に関してはちょっとあまりにも従来のルールがアプリカビリティがないということなもんですから、全く新しい抜本的なそのグローバルなですね、課税原則がいるんじゃないかっていう議論はあります。ただですね、一つだけ申し上げますと、例えば当便課税ってありますよね。で当便課税っていうのは、金融取引、よく言われるのは為替取引に関して、X% で課すっていう話なんですが、これですね、やるなら全世界で一斉に入れないとダメなんですね。例えば日本ではやりません、アメリカではやりません、でヨーロッパだけでやりますっていうと当然ヨーロッパから資本が逃げますから、これは経済活動をとって非常にバイアスがかかった課税になりますから、ですからグローバルタックセーションの一番の難しいところは一斉にみんなで同じことをやらなくちゃいけないっていうところなんですね。これは税率を揃えなくてもいいんですけれども、税率もこれ揃えなくちゃいけませんね。当便タックスを入れるんだったら税率まできちっとですね、決めた上で一斉に入れて、なおかつその上げ前をですね、分配するルールまで決めなくちゃいけないと。これを全世界で合意しなくては当便課税というのは非常にディストーティブなものになるというところが非常に問題なんで、言うのは安心なんですが、なかなか現実にですね、当便課税みたいなグローバルタクセーションがですね、アジェンダには乗っかってこないという、一つの背景かと思います。はい、他質問いかがでしょうか。はい、どうぞ。
個人会の小林と申します。ですね、ちょうど私も2点を質問したいんですが、第一点はアメリカに関してですね、アメリカ国内のタックスヘイブン、いわゆるその、まあ、サウスダクタ、その他4州ぐらいあるんですか、非常に、これがもこういうどんどんお金が集まっているということを聞きますが、これに対して OECD ではどういうアプローチをこれからされるんでしょうかと。それから第2点はですね、パナマ文書に関してですね、生の情報を提供しろという要請をですね、10カ国以上の税務当局が、あれは ICIJ って言うんですか、 ICIJ に申し入れたという報道がありましたけれども、日本はそこに入っているのかどうか、それとですね、私よくわからないのは、生の情報とですね、今日明らかになっている公開情報、どこが一番問題なのかですね。例えば何ですか、報道ですと、パスポートの写しその他が入ってないじゃないかということがあるんですけれども、これがあれば随分違ってくるのかどうか等を含めてお願いしたいんですが。はい、2つ質問いただきました。アメリカの話なんですが、確かにですね、アメリカはまあ、いくつかの州で、まあ、売上税、州の小売売上税とかですね、非常に安くなってまして、まあ、よくタックスヘイブン、アメリカの中のタックスヘイブンと言われますね。で、そうじゃなくても、そもそも別府に関して言うとですね、単純にはこういうことです。アメリカの託税企業は中国で経済活動を行いますと。で、今まではそのいろんなその別府をまあ駆使してですね、中国でまあ相当額なですね、相当な額の納税をしてなかったというところをまあ治癒しようというのが別府ですから、典型的に言えばですね、中国というのは別府の別府のプロジェクトによってどちらかというと税金を取る方ですね。ですから積極的なんです。で、アメリカは取られる方ですから、まあ、気持ちの上ではですね、もちろん合意しましたんでそのことは言わせれませんけれども、気持ちの上ではそれほど積極的になれないという、まあ、構図がそもそもあったわけですよね。それでその中でですね、今特に州の話をおっしゃいましたが、これ非常に難しい問題ありまして、アメリカって連邦制度なんですね。で、連邦制度の場合にはお国はですね、州の税法に関して何も言う権利がないですね。例えば日米の間に租税条約がありますけれども、これ連邦の税金というのはこの条約の対象なんですけれども、州の税金というのは一切条約の対象外なんですね。で、これはかなり私も交渉したんですが、やはり権限がないということで、少なくとも連邦政府と話して州の税法に関していろんなルールができるということはないんですね。したがいまして、今回別府の話はあくまでも国同士の話でしたんで、その今おっしゃった州の問題にまでは手がつかなかったんですが、ただ、まあ、パナマ文書によって、あるいはこのさっき申し上げた自動的情報交換、パナマはですね、それまさにおっしゃってるんですよ。アメリカの国内でタック成分があるじゃないかと、なんでパナマだけ攻められるんだということをおっしゃってましてですね、確かにそういう声も出始めておりますので、多分この、まあ、ベップスや自動的情報交換に関する今回の議論を通じて、相当アメリカには世論のプレッシャー、国際世論のプレッシャーがかかってるんだというふうに思いますので、まあ、今後まあ、そうは言っても連邦政府となかなか話して片付く問題ではないわけですけれども、まあ、ちょっとどうこの話が動くかというのは興味を持って私も眺めているところであります。それから将来 OECD でですね、州税の話も議論しようやってことになってもおかしくないですよね。で、今のところまだそういう話になってません。ちょっと手一杯なもんですから、今のところ別府税ですね。ただ将来的には地方税にまでこの、まあ、カバレッジを広げてですね、この別府税という話に対応しようじゃないかという議論になってもおかしくないんで、今の話はご意見として受け止まりたいと思います。それからパナマ文書の公開情報と生の情報の話なんですが、ここはちょっと私もよくわからないんですが、多分公開情報以上のものが生の情報にあるんだと思いますね。ただ国税庁に聞かれると分かりませんけれども、国税庁が ICCJ に生の情報をくださいと多分いう話は、まあ、してるかしてないかは私承知してませんけれども、少なくともこれお金を出して買うというようなことはですね、日本は多分しないと思うんですね。ですから多分国税庁がやっておられるのは、まあ、今まで報道ベースでいろんな名前が出ましたんで、それは名前が出た以上ほっとけないんでですね、多分いろんなそういう情報に基づいてですね、個別の調査はしているんだろうと思いますけれども、それ以上のものはなかなか、どうでしょうね、国税庁次第ですけれども、そこまでの動きはなっていないような気がいたします。
はい、時間が迫ってきましたのであと1問だけ、お受けしたいなと思いますが、じゃあそちらの方。すいません、個人会員で、大部です、オールスイジャーナです。本日はパナマ文書に関するレクどうもありがとうございます。せっかく財務官来て、いただいたので少し違う質問もぜひさせていただきたいんですが、で、まあ、G7 を受けてですね、その、為替相場に対する日本の対応の仕方というのは、まあ、コミュニケーションの仕方も含めてこう変更があったのか、まあ、これまで通りということなのか、そこをちょっと確認させていただきたいということ、いただきたいんですけれども、その、まあ、為替106円台まで動いた為替相場へのこの動き方のこの評価だとか、まあ、これまではこう場合によっては介入を含めた必要な措置を取るというようなこともおっしゃられて、発言もあったりしたんですけれども、そのコミュニケーションの仕方、対応の仕方っていうのがこれまで通りかどうかということの確認が一つと、それともう一つ、その関連で、まあ、雇用統計を受けて、FRB の利上げ観測後退などもありますが、足元の米経済の、どのように見ておられるか、すいません、よろしくお願いします。為替の話ですね。ですね、コミュニケーションの仕方が変わるはずがなくてですね、今回の G7 の伊勢志摩サミットの首脳宣言に為替のパラが入ってますね。でこれ気がついた方おられるかもしれませんが、実は為替のパラが首脳宣言、 G7 の首脳宣言に入ったらこれ初めてなんですね。でかつ一文や二文ではなくて、かなり、いくつかの文章がですね、まとまって入っているということであります。でこれは私的には2つ意味があってですね、1つは日本がよく言うですね、過度の変動やですね、ディスオーダリーなムーブメントっていうのは、金融市場やマクロ経済にとって、有害であるというところ、これははっきり日本として言いたかったということで、日本も主張してですね、今回初めてこれが入ったということかと思います。首脳宣言に入ったということかと思います。からもう一つはいろいろ書いてある中で、競争的な切り下げは避けることとこう書いてありますが、あれ主語を見ていただくと全ての国って書いてあるんですね。従いまして G7 の話をしているんじゃなくて、やっぱり競争的下げっていうのはあらゆる国がやっちゃいけないこと、これ日本も大賛成なんですね。日本も競争的切り下げを回避することに関しては何ら異論はございません。従いましてあれを入れることには特に意義がなかったわけですけれども、ただどこの国に対して言ってるんだってことをはっきりさせてもいいだろうということで、我々レベルで議論した結果ですね、あれは全ての国、世界中全ての国と書いてあるんですよ、ということで基本的に全ての国が守るべき原則を G7 としても、確認したという意味になったわけですね。でそういう意味で今回の伊勢志摩サミットに為替の文言が入ったのは、初めてだという面では珍しいんですが、ただコミュニケーションで申し上げたかった言葉は散々今までですね、類似の G20 も入ってましたし、 G7 の財務大臣の方のコミュニケーションには過去ですね入ってたこともありますので、特に抜本的に目新しい話が入ったということではないのかなというふうに思っております。でコミュニケーションとおっしゃいましたが、それが全てでありまして、特に過度の変動というのは望ましくないなというふうなことは G20 でも G7 の首脳でも確認されたわけですから、そういう観点からいろんなこれからもですね、雇用統計とおっしゃいましたけれども、それに限らずいろんなデータに接するたびにですね、市場はいろんな動きを見せるでしょう。でその都度ですね、我々としてはスペキュラティブな動きによって過度の変動がですね、起こっていかないのかをその都度ですね、緊張感を持って注視していくということに尽きる。で今回もそういうことですね。はい、じゃあこれで会見を終わりたいと思います。その前にこちらに来る前に一言メッセージをいただきましたので、これをご紹介したいと思います。英語です。 Think of the best, prepare for the worst ということなんですが、この心は何か。いろいろ財務課とかやってますと課題があるんですけども、常にですね、やはり一番最善な結果になったらこういうことがあるんだろうなと思ってウキウキしたいってことですよね。でウキウキするのはいいんだけども、それだけじゃバカみたいですんで、やはり日頃の仕事にとっては最悪のことを考えて準備しなくちゃいけないと。だから最善のことを思い描きですね、最悪の場合に備えて準備するっていうことかなというふうに思って、日頃自分自身に言い聞かせていることであります。はい、じゃあどうもありがとうございました。